市川真也です。今回は子どもたちと一緒に海の PR ポスター海ポス2022の応募作品作りに挑戦します。海と日本プロジェクト in 青森県。皆さんと一緒に海のポスターを作りたいと思っているので、今日はどうぞよろしくお願いします。で、今日ワークショップをしてくださるのはアートスタジオ。今年で8年目を迎えた海ポスとは、海の観光を応援する全員参加型の地方創生プロジェクト。この海に来て、海を守りたい、おいしい海の3つのテーマから選んで作品を作ります。実際の海も今日見てみたいと思います。天気が悪くて、いつもの青い海じゃないかもしれない。海以外にもいろんなもの置いてあるよね。あれは灯台かな。そう、今日天気悪いから特にね、グレーっぽい青に見えるよね。お魚をイメージして来てくれたじゃない。だからお魚を描いても大丈夫です。じゃあ皆さんのイメージが大体できたところで、紙を渡して、材料も自分で好きなのを選んで席に持ち帰って作業を始めてほしいと思います。さあ、いよいよ作品作り、私も頑張るぞ。今日の子どもたちの様子ご覧になっていかがでしたか？守りたい海だったり、綺麗な海っていうのが子どもたちの中にイメージとして思い出としてあるっていうのがすごい嬉しいなと。で、それをこう絵に表現してくれたっていうところが一番良かったかなと思います。青森の海っていうのを守っていきたいなと。で、今後子どもたちと一緒に海を守っていこうっていう活動を広げていきたいなと思います。青森なのでリンゴを真ん中に描きました。ラメをたくさんつけたりして、海が綺麗だということを表現しました。綺麗な海を表現したいなと思って描きました。お花をつけたら可愛いと思ったのでつけました。一番頑張ったところは、魚の目を張るところやキラキラを糊で貼り付けるところです。変なプラスチックゴミが落ちてるのはないようにしたいなと思っています。私の作品はこちらです。青森港で行われた花火大会の様子を表現しました。また美味しい魚が獲れる青森の海も表現しました。皆さんも身近な海を表現して応募してみませんか？海ポス、海と日本。